はいエルムステークスですね、ダート1700メートルの G3 ですね。まあ、札幌の方が新潟よりちょっと天気、金曜とかに雨が降る可能性があるんで、<ー>こまあ、日曜の重症やけど、うん、まあちょっと北海道やからね、あの八重山とかが、この天気予報りでも八重山とかが残る可能性はちょっとありますね。そのの辺ががややっぱちょっっぱぱポイントにはなりますがますずねやっぱ北海道って そうですねあの大沼ステークスマリンカップ、その流れがあるんですけど、やっぱりそ,のそこで好成績を上げてきてる馬っていうのがナチュラルハイとかサバですよね。うん、サバはね前走1700の距離に結果出したっていうのがいい,あのい,いですし、その,、ね、あの大沼ステークスで0.1秒差をつけたナチュラルハイがその次の、ね、マリンカップを解消したことで価値も上がりますよね。うん、こ,このの頭っていうのは、まあえー まあコースは札幌に変わりますけど、その函館1007での、まあ、金、え、層、ー、金層、まあ、充実組っていう感じかな。<あ>これ、<田>サバね、ねサバ、あれやから、あのー、岩田康成騎士乗れへんねんね。ねえなん、ま、全く同じことを聞こうと思ったんですけど、なんで岩田さんじゃないのかな <laughs> と思ってましたけど。レパードに乗るのかないや、今見たんですけど、なかったですよね。名前なんでやろうな。ねえ、乗ってほしい。いや、多分、多分乗るやろ。なんもなかったらね。そうですよね。うん、なんか理由があったらやけど。 ね、うん、であとそうですね、あのドライレーで出てくるんですね。はい。<ー>えー、まあこの馬はもう芝も芝で G1 買っていいけど、まあまあもう完全にダートバイクと今はダートバイクと思いますね。はい。うん、まあそうですね。前走ドバイワールドカップまあまあ。 5着やっったら頑張ってる方まあ、2走前のフェブラリーステークスはまあち、ちょっと結果論ですけど、やっぱ1006っていうのが忙しかったと思うんで、まあ、距離はね、そこからわずか100メートルしか変わらんっていう1700っていう距離がやっぱり問題だと思いますね。もっとやっぱ距離はあった方がいいタイプだと思うので、そこがポイントにはなってきますね。はい、まあ、札幌1 0 0で、未勝利勝ちはありますけどね、言っても未勝利ですからね、ねやっぱそれはちょっと、うん、やっぱ実績としてはどうかなんで。 まあ、そのチャンピオンズカップ、東京大商店の三三っていうのは、確かに優秀、かなり優秀ではありますけど、1700っていう距離はどうか、やっぱり距離を忙しく感じるだけに、あのミチュアルの影響というのはなるべく回復してほしいというところだと思いいますねはい、これ、花網とノーいけるんですかねなんかそこそこでも言いますけど、帝王ドレフォンとか。 プロミストーリアとかなんか、あ<ー>まあまあなんか、そこそこ速そうな馬がいるんで、そうですね、いや水戸の王はもう行けなかったら、私は話にならう馬やと思ってるんで、うんはい、そうですね、まあ、プロミストーリアは控える形が経験あるけど、帝王ドレフォンはちょっと、行きたそうですよね。あだって、ここにそうもう、なんとしてでも放って言ってますからね。はい、なるほど、ここはちょっとポイントにはなりますよね。うん まあ花切れたらやっぱり相当しぶといっていうのはあります。まああと、その同型,と同型の,の兼ね合いと、あとやっぱ58と、あの前奏で重症化ったから金量が増えるっていうのもやっぱり一つのポイントにはなりまますよね、うんまあ水戸のほうも軽いだとと思いだと、両方こなせてますからね、あのーうんまあのま雨が残っても大丈夫っていうのは強みにはなります。まあそれよりもやっぱり展開民の方が大事かなというふうに思いますね。まああとそうですね、プロミストウォリアーですけど、1年1か月ぶりか。うんはい これなんでいちこんな休んでたんやろうな。なんかいろいろ,いろあってって感じみたいですけどね。 まあこの馬はね、まあ、前走、その帝王賞で負けたけど、これ、地方のダートが初めてやったわけですから、むしろ地方のダートが重すぎたっていうのであれば、中央に戻ってくるのいいですし、ね、中央のミチュルでね、あの2走前のアンタレスステークスで50秒切って、1分49秒5という時計早いのを買ってたり、あと3走前は東海ステークスは中距離の量で買ってるから、まあ、言ったら中央やったら、馬場レベル不問という見方でいいと思いますね。 あとはやっぱり言っても1年1ヶ月っていうその長い休養でどこまで戻ってきてるかっていうのはありますよね。うん、ビクティファルスね。うーん、<laughs> ちょっとここ2層がむちゃくちゃですからね。これちゃんとこ,のにこ,のここの2層のむちゃくちゃを断ち切ることができるっていう理由がちゃんと言ってくれないと嫌ですね。何、うん、か言ってますかね なんか気,気持ちの問題っぽい感じですけどね、うん、いや気持ちの問題だったらなんかバグやってくれるとかねそうですねまあ,あま滞在競馬、うん、滞在競馬っていうのは一つに言ってますね<の>なるほどねうん、うん、なるほど、うん、だからあの函館に入ってるけど滞在競馬にしたいからもう早めに札幌行くって言ってるんですよね、まあ、その辺の工夫はいいですけど、うん、まあそれだけで行けるんかどうか、ね、だって 京都もめっ,ちゃ近京都めっちゃ近いからね、ビットからね。<laughs> そうですね、うん。それの、その平安ステークスで全然こんだけ負けてるってのはやっぱちょっと嫌ですもんね。ねしかもこれ58なんですね、この,のもね。まあそうですね、やっぱあのあ、あ、そうか、あの芝屋けど G2 買ってるからや。ああ、なるほど。G2、うん、買ってる馬は58になってるじゃないですか。ああ、そっか、なんかちょっとやっぱ重い、1キロでも嫌やなって思いますけどね。 まあ、この馬はでも私は金量よりもちゃんと力が発揮できるかどうかと思いますね。ね4走前と3走前だけ走った全然来ますけど、はい、いやここに走があまりにも負けすぎてるからね。ですね、はい、前走マーチステークスハンデ戦の58で3着来てるっていうのはなかなか大したもんやと思いますね。うん、今回同じ58でも別邸戦っていうことは他との差は縮まりますから。うん うん、まあ、問題はやっぱり1007っていうのが忙しいですよね、うん、去年もこの,えあの59キロ背負ってますけど、エルムは1.0秒差8着に負けてて、まあ、前走あの、去年は不良馬場やったから、まあもうやっぱり量でやりたいですよね、忙しい1007やったらね、はいうん。まあやっぱりもっと長い距離の方がいいからこそ、うんうん、あんまり忙しい競馬にはなってほしくないっていう、うん、そ,のそういう馬たちっていうのは、まあ、まあ、でドライ・レイでもそうですけど、はい、そういう馬たちっていうのは、やっぱり馬場渋らん方がいいですね。うん、うん なんかあんまり1007って感じの馬が少ない気がするんですけどね。<ー>なんかねユユ。ユティタムとかどうかな前走、まあちょっと、まあ59馬あったかもしれんけど、まあね、アハルテ系がめちゃくちゃ負けてるのかどうか気になりますけど、うん、でもこの馬ね、もともと考えたら、んね、うん、うん、重いだーとも軽いだーとも両方 OK な馬やし、ちょっと人気はな、こんな全くノーマークな人気なさすぎるかなと思うんですけど、これどう言ってますこれ本当ないか。 今回は、鼻いくってますけど。鼻いけへんよ、そんな絶対。何言うてんの、まあ、ほ、かにね、結構、早い馬いますもんね。いけね、いけない絶対いけない。うん。何言うてんねん。もう、そういうわけないからんこと言ってたら、こうへんな <laughs>、うん。うん。いや、無理だと思いますね。いや、いや絶対いけへんもん、そんな、うん、だって、今まで鼻に行ったことない馬が、なんでそんなにいけない出して <laughs>、うん、しかも誰もおらんかったらわかるけど、結構強力なね、動画とかおるわけじゃないですか。はい。 ちょっと意味分からんすね。もうそ,うそういうなんか意味不明なことになったらちょっと普通はこうへんすけどね。うんはい、まあかこのコメントが週末まで考え直されてることを期待しますね。<laughs> 解体馬が結構除外対象なんですよね。ド、うん、ラレジジエントとかサーマルソワリングとかが結構。うん、ああ、サーマルソワリング出られへんねや。ねえ、いやそうなんですよ。と<ー>サンテックスも出られないんで、なんかちょっとなんかまあまあおもろそうなとこが<ー>一応14頭しか出られないんで。 なるほどね。ねだからちょっと、なのでその辺が出られたらなとは思うんですが。フルムはやっぱりもっと短い距離の方がいいので、距離の負担を問わへんためにはこっちは雨残ってほしいと思いますね。その前走の大沼ステークス58キロ背負ってこの内容って悪くないんで、はい、で、これが両馬場やったから、えー、フルムはまあ道あるが残ってくれたらなっていうのはちょっと思います。お前ね、サ,サンテックスとか。 ねその辺サーマルスワーリングとかちょっと面白そうやのにねほんまや残念やねねそうなん僕ドラエレジント結構強いと思ってるんで1007も買ってるし出られてるンやねドラエージントは全くそこ見せてませんからねまだねえ出てきたら結構ここから行きたいと思ってるんですけど1頭一頭どれかが出ないことにならないとなるほどねっていうコメントみたいなねちょっとシールトップね去年5着らしいですけどここだらねこれが一番最初に出られるんですけどまあ荷が重い感じですかね うん、ちょっとね去年私も去年の5着は正直あのあ去年だから不良馬場やからだってあの同営で活躍してる馬やから中央の不良馬場なんで絶対歓迎せえへんのに、はい、そこで5着来た時にはおっと思ったんですよ、うん、けどその後の成長がちょっとなかったで今年に入ってもうベルビットに全く相手にならへん結果が続いてて、うん、で実は私がしゅあの えー、その生茶、門別に出演、あのー、する31日って、だけ、はいあのー、賞という門別の,の重賞があって、シルトプレはほんまそこに出るなんですけど、もうベルピットが強すぎて逃げてきとるんですわ。私ねここ、このエルムステークスにベルピット出てきとったら、たらいい勝負本命もありやったと思いますよ。はい うん、でもね、そのシルトプレの、そうなんですよ。去年の不良パパでの5着っていうだけを考えたら、量をやったらっていうのはあるんですけど、うん、ちょっとね、今年に入っての参戦っていうのが、私はあんまりいいとは思わないです。うん、っていう感じかな。ありがとうございます。うん、はい。そ、うん、んなとこですかまあ、そんなとこじゃないかなと思いますけどね。大体全部お話しいただいたと思います。ナ、うんうん、チュラファイトもいただきましたもんね、最初。い、うん、言いましたね,ね、うんぜ。あの、普通に。そうですねあ<の>。有力な、ね、<う>前奏だっけね。 うん、あのー、そうオープンであかんと思ってた馬がこの2走の函館の内容が非常にいいんで、うん、あのうんのそれ何かで三あのよ5走前の北総ステークスっていうのがこれメンバーレベル低いんですよでです、ね、時計も平凡なしなのであのオープン入ったらこの馬頭打つやろうと思ったらここにその内容は本物ですからうん。うん まあいいと思いますねでしかもこのま,ま札幌でも2002勝とあの両席ありますからねまああの札幌での両席はおもば,ばで道割で勝ってるけどいやおも私はこのまま思いだったのがいいと思います以上ですねはい、はい、というわけでたくさんお話しいただきました直前の見解は概要欄にありますムレフネットノートでお買い求めください以上月曜日段階でのエルムステイクスの重賞勝展でした